はいはいはい、チャンスの前、1、2、3、4でーす。イエーイ、ボーン。私はオーカードです。今日ちょっとね、みんな酔っちゃってるんですけど、営業終わりでね、まあ、この深夜といえば、はい、何がありますか。いつも通り、いつも通り、これ、ちょっとチャンス、今でしょ。あー、今からでしょ。今から何をすると思いますか。何をするんですか。もう何をしたらいいんでしょうか。はい、それはですね、女子の家に潜り込みます。イエーイ。なんとなんと、あの企画ですよ、前回の。なんとなんと、女の子のお家に行ってきました。行くのよ。早速ね、はい、どん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 声かけていこうと思うんで、どん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 、もうレースしてるんで僕頑張ります。マジ頑張ってください。はい、それでは女の子の家にお邪魔してみたまで、3、2、1、パッ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 、はい、プシッ、プシッ、プシッ、やったんの。あ、やるの。はいはいはい、じゃないのよ、ベロベロなのよ、全員ベロベロなんよ。しかもね、ちょっと今日人通り少ないから、あ、触った触った。まあ、でもかっこいいかっこいいって喜んでましたけどね。じゃあじゃあじゃあ、気持ち悪いんですけどね。イエイ。通報されてたよ。通報されてたよ。だいぶ話しちゃう。あかんねん。見てて、あの本物のちゃんと声の声が見せるから。それはお任せしましょう。ほんま、それはお任せしましょう。え、その心配ワード見たいから、みんな。はいはい、まあ見とき。いや、じゃあ僕が見てて。怖い。はい、あ、もう止まりすぎた。見つけた、見つけたんだから。どう、わからへんから。3倍の速度で動きますから。動いてください。3倍の速度で連れてきた。3倍の速度で行けたら違うから。俺さ、家いいんですか、連れて行って。いい、本当ですか。安すぎちゃうやんな。全然高いっす。おい、はい、じゃあそれでは移動していきましょう。はい、行きましょう。ラララ次に行くやつさ、職業とかなんなん。ちなみに職業一応聞いとこう。一応無職は無職やけど。無職、職業でいっぱいしてます。あ、バカって言うわ。バカって失礼やな。なんかお姉さん、もしかして誰か意識したりしてます。あ、好きな人います。誰が好きなんですか。三上美和ちゃん。あ、確かにちょっと似てますね。確かに匂いが、匂い、見た目似てますよね。絶対 よく言われます。最高の一番の褒め言葉。えー、ってことカップ数も三上優愛ちゃんに近いと。いや、多分優愛ちゃんの2、3ぐらいしっくりいっちゃうかな。帰ってんのか。でもランラン、今日は唇ちょっと赤いですね、うん、なんか誰か意識してるんですか、今日ランラン。今日は青木ちゃんの、あの、キングダムです。え、いいの、もうじゃあ行っちゃって。ちょっと待ってほしい。なんで汚い。いや、何が汚い。ほんまに何が汚い。行っちゃって。もう苦情くんの。行っちゃって。まあ、まあ、行くよ。見つかっちゃって。うわぁ、ランラン早いな。うわぁ、うわぁ、なんか、いやいや、見ない、見ない、見ない。おい、ちょっと待って。何これ、でかすぎがいたんですよ、もしかして。働いてたんじゃん、実は。気づいてた。したことない。じゃあ行きましょう。みんな、ね、全然入ってや。ストーリングラスじゃない。おー、行きますか。いいですか、ちょっと。すいません、失礼しますね。ここで勝手に開けちゃって。気づけないかもしれない。おー、あ、なんか、でもあれじゃないですか、なんか僕ら前来た店より、あ、家より綺麗ですよね。見てて、なんもないもん。お前、クレヨンなんて唯一汚いな、もう、このエアコンの上。でもこれ男がおらん証拠ですか。汚ね。男おったらここ、あの、身長高いからそうすんのよ。ちょっと汚い。いや、めちゃくちゃ何もなくて引っ越したてみたいな。綺麗ですよ、綺麗ね。ここでふんだんにセックスしてるんですよ。え、ちょっと待って、確認してみる。ちょっと茶色いよ。茶色い。ちょっと、あ、ファンデーション。うん、まあまあまあ、せっかくなんで準備に行きましょう。あー、明るくなりましたね。ちょっと待って何これ。ほこりまみれ使ってますね。ほこりまみれですね。これ使ってますね。料理しようね、料理。うわぁ、マジで1ヶ月以上使ってない。1ヶ月以上使ってない。おー、なるほど。いや、こことか開けちゃっていいですか。前、開けちゃう。開けちゃって。あ、でも、めちゃくちゃ、あ、綺麗ね。あんまり全然ないっすね。大事なものいいね。ありがとうございます。もっと見るとこあるでしょ。あ、まあまあまあ、多分。まあ、じゃあ、水面所行きます。行きますか。洗面台ね。洗面台。水面所。何これ、何これ。なになになに、ブナナトイレ。それなんなん、なんなんすかね。ほんと、頑張って。ほんと、大丈夫か、お前、行けるのか。何してんのよ、それ。大丈夫、大丈夫、ほんまに。いきなりそこ引っ込まれたけど。何を。やめて、やめて、もういいや。
どうやばい。やばい。やめてください。やめてください。アウトです。どういうこと？俺もわからん。俺もわからん。おはよう。ちょっとね、いいもんが見えてしまった。この右か。右か。これはレディースだな。パンティーやん。ちょっと何ですかこれ。レディースそれはレディースしかおらんやん。どんそれはメンズみたいな。レディースしかないんやろ。これ私の。おーい、これ洗濯済みですか。ちょっと一回す、ちょっと一回封印します、一回封印します。どうなる、一回封印します。やべ、どうなるかわからんから一回封印しますね。こっからやから。どうなってますかね。始まりがあります。いやいや、僕助けるみたいな。混ぜるな危険。ちょうどいけるか。いや、さすがに大丈夫でしょ。大丈夫か。混ぜるな危険ありますけど。チケット、いけるのは。いや、どうなってるんですか。いけるんですか。いや、いけるんですかね。大丈夫か。いや、いけるじゃん。どこ、どこ、どこ、どこにつけてんの。一個だけでもちょっといいですか。どうしよう。僕ね、洗濯機の中ちょっと。あ、洗濯機の中。やばい。一回中で張りたい。やばい。一回張りたい。一回一回閉めてもらって。一回ちょっと音チェック入れてみます。あ、音チェック。そのなんか扉系は全部音に今日任していこうかなと思ってて。入って僕潰れへん。入らんでやらないでよ。あ、いいですね。でも女の子の家って感じしますね。行っていける？これ一回行くよ。どうなってんの。どうした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 。あの、あれなってるやん。音どうした。音どうしたそれ。大丈夫ですか。どうした。こんばんは。何もなかったですか。何もないっすね。目星も。あ、目星もございません。パワーパワーパンス。違う。やめなさい。違う。あ、ラウナ。ほらラウナどこ行ったんすか。何そんな。ラウナどこ行ったんすか。いや、多分いや、もしかしたらその…なるの。どこやろ。ここは入ります。でも入れんすよね。一回見てみるっすか。一回ちょっといいっすか。あ、入らない。入る隙間ないっすね。どこに…あれあれあれ、なんか…一回ちょっとこう怪しいっすね。一回…ラウン！わぁ！なんでよ。何やってんすか。何をしてたんすか。忘れた。ええ、普通に寝ようかな。あー、でもね、寝るとき大体そのパンツね。そうだね、服とか着て服とかに出すっていうスタイルで寝るから。あ、ほんならしゃあないですね、今のは。やってくれやん、もう。音消えたやん。またもうええって。もう嫌やろ、そろそろ。もう嫌や、おっと、この線は消えるとこないもん。待って、だからここないやん。ワンチャンありますよ。さすがにないやろ。ないですか。もう一応入らねえもん。確かにね。ないね。一体どこに行ったのよ。もう帰ったんかな。え、おた帰ったの。やっぱりパンシャに。いや、トイレにもいないですからね。もう。な、何だ。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 めっちゃいいね、お前。上からそう、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 そう。嘘やん。え、あかんすか。どうですかね。マジで。ごめんなさい。もうごめんなさい。やばいやん。何してんの。何してんすか。お、何してんの。何してんの。何してんすか。リグ、リグ、リグ、リグ。セラエロスしやん。おんなちゃうわ。もう、入れ出しちゃうね。ごめんな。ちゃんと。ごめんね。ちょっといいですか。いやちょっとね。やめて。あの、鏡の水垢がすごいですね、こちら。確かに反射。あんまり見ないですよ、その水垢の量は。やめてほしい。あ、ちょっといいですか。下。絶対嫌。ちょっと危ないですか。下。あのね。絶対やばいよ。もう嫌。あの、杯交わしてますね、下の方で。下の方で杯交わしました。ほんまや、浮かんでるし。なんか、なんなんですか。初めて見た。初めて見た。見ろよ。いや、もうな、分かってくれてると思うやらせやから。まあどこおるかなんか一通り目見たんで、最後マジ、俺はもう、明らか結構探したいないですもんね。もう玄関まで探した。いないですから。おらんから。もうここしかないのよ。見ましょう。あ、絶対マッシュおるから。マッシュおる。絶対おるっす。どんな姿でね、どんなおもろい姿で来るか。すごい上昇してるよ。行くよ。行きましょう。どうしようやん。いや、ちゃうっす。小人図鑑の隠れ物じゃないです。この家 Wi-Fi 飛んでますか。ちょっと気になりますよ、ここ。待ちます。まあ、確かにね。まあまあ、気になんねや。気になるからおったやろ。そうなんですよ。気になるからちょっとおらしていただいたんですよ。どうもね、気になったん。ちょっとね、このね、箱怪しいね、確かに。水が入ってるんちゃうか思って、ここ。ほんま。あ、いきます、いきます。うん。あ、これ
でも部屋部屋にですね。ああまあまあまあ全然大丈夫な。そうやね。夏やから直してます。あなるほどなるほど。いやでもそれ以外はね特に何もなかった。僕ここに住ましてもらったんですけどそんな良かった。Wi-Fi じゃあもう一回だけ住んでもらっていいですかみたいなことはあるんですかね。見た方がいいです。何もないやんほんまに。ここね住み心地良かったんですけどね。そうこれといって何かあれ。誰もおらんなってるぞこれ。女性の方もらんし男らもらんし音もおらん。ちょっと明らかにおかしいんですけどちょっと見てもらっていいですか。いいですか一回。どうなってんだろうこれ。何してんの今からやってもらう。何してんのよ今からよ。何あなたもダメなんだ。あなたもダメなんだよそれは。すぐ出るすぐ出る。そんな危ない危ない危ない。何やそれ。俺らからしたら美味しい話やけど。あかんのかい。絶対あかんよそれは。なんや今からやったのに。待って。ええとこ。なんともおらんやん。おーい。あれ。おーい。ちょっとやん。おんや。おとおおらんの。おとおーい。うん。これちゃうな。おーい。あ、これかな。本当の願いの叶え方。結構やんではるやんでるやんで。なんかあったん。ちょっとなんか外から聞こえるけど。聞こえる。ちょっと開けてみていいですか。ちょっと待って。なんですか。そっちから見ます。こっちから見た方がいい。じゃあほんまですか。一回来て。俺びっくりしてんねん。何してんの。あのね、これほんまに悪いとこなさすぎて僕らで悪いとこ作ろうとしてますね今のこの状況それだけなさすぎて悪くないもんはい、ということでね、はい、ほんまにごめんなさいごめんなさいほんまにすみません。ごめんなさい。どんまに。申し訳ないです。あの、少々ちょっと僕らで荒らしてしまった形になっちゃったんですけど。カメラマンがもっと意見言うんで。知らないです。あ、ね。音はちょっと。自分から言ってたよ。あの、もう誰の家でもよかったし。これ、逆に言えば、22歳、めちゃくちゃ綺麗でした。あ、まあ確かにね。確かに。それは。僕らのやること、下着ぐらいしかなかったですね。お姉さんのうちでやることが。で、ダサすぎて、裸になる。裸になるしかなかったです。ほんまにな、今な、まあほんま見た目通りと言いますか。あ、確かに確かに。そのお家でした。本当に何もございませんですね。はい。ほなこの後パパだけ残られるっていうのを聞いてたんですけど、ずっとベッドで寝てはったんでね。まあ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 。出しますからね。まあワンちゃん聞いときます。今日泊まってっていいよみたいな人がいれば一応名指ししてもらえたら。それそれ。あ、聞いとくか。常識ない裸。常識ない。アホな裸。常識人。誰を選ぶかって話ですよね。普通に考えたら。もうもう。順番で言うとね、それを踏まえて、今日確かに、もし今日家に泊めてくれるなら誰を泊めてくれますか。ちょっとね、それでは家泊めてくれるのかまで、スーさん、ミミ、イチイチ、どうぞ。はい。ええ、そうっすか。なんかやめるやん。お尻綺麗やったけど、それ見るではないよ絶対。お尻が綺麗やったけど、ケツで決めろ。あ、一番かっこよかった。おい。はだしも帰るわ。ねえ、ベッドで寝たら帰るわ。じゃあこっち脱ぐわ。こっちは脱がしてもらいますよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。気をつけてね、大丈夫人。